ちょっと調子がおかしくて、自分が配信したのをチェックもできないんで、もう一回ちょっとやってみたいんですけど、ですから、ある一時期日本が世界先端に行くかもしれないって言った時期ですね。だから、ジャパン、ノーと言える日本のこれですな。だから、ジャパンバッシング、なんていう、ジャパンバッシング、要するに、だから、県中県間なんていうふうな、当時から言えば、あまり、相手にならないものを相手にしなくて、ノーと言える日本と言って、アメリカに対して物を申すっていうことは、ちょっと緊張を強いられたっていうね。でも言おうぜっていうふうな感じがあった時じゃないでしょうか。で、その時に、思想の感じで言うと、さっき言ったような、だから吉本さんの、だから、言ってしまえばイケイケですよね。バブルでどんどん行けばいいと。で、そのバブルの崩壊の過程が問題なんですけど、で、なんでバブルが崩壊したかっていうものいろいろあって、だからそれはだから西部進から、なんて言うんでしょう。春日慶太郎から、誰までって言ったりのかな。要するに、だから右から左までいろんな話があったんですけど、その時だからバブルを、そのままにして、だから中国に投資してれば、日本は利子だけで食っていけたみたいな議論がありますよね。で、当時はだから中国がそんななると思ってない上に馬鹿にしてましたから、はっきり言って。僕の周りの人々なんかは馬鹿にしてましたね。僕は別に馬鹿にはしてませんでしたけども。同じバイトしても、だから東大の大学院生とかバイトしてるんですけどね。だから中国、やはりもう、だから当時、だから、この前の配信の、ちゃんとできたかどうかわかんない配信なんで、もう一回言いますけども、だから日本の日当が、中国の、月収でしたから、だから、いろんな人来てました。ほんと、お金持ちから、でもお金持ちばっかあったな、考えてみれば。で、今思えば、仲良くしてよかったなって気がしないでもないですけど、後でまたですよね。だって僕以外なんだから、他の人なんか、中国人の人のことをバカにして虐待とかしてましたもん。もうしょうがないですよ。で、だからそれは最近もまだ続いてるんですね。GDP が、だから、中国が抜いたとか言うと、どうのこうのとかね。それもあれですよ。いや、まだ右翼の人がいいんですけど、左翼っぽい人まで言ってたりしてね。バカなんじゃないかと思いますけど。実際バカなんでしょうけど。で、そんな愚痴はともかくとして、当時のだからバブル期の書物としての相対言論っていうのがあって、で、それのことをちょっと語ろうとしてたんですけど、ちょっと途切れ途切れになったり、ちょっとトラブったんですね。結局、マルクス。だから、吉本さんはマルクス、だから共同性ってものが投げない方がいいんじゃないか。だから、エンゲルスが言ってるような原子共同体みたいなことを、経済人類学が言ってるのかと、栗本さんに言ってるわけですね。かといって、マルクスのことを、ここでは別に吉本さんは大して評価してないですね。で、結局この時にサブカルチャーとして意味があるんじゃないかって言われたもの、ここに挙げられているものをちょっとざーっと並べてみますけど、例えば椎名誠、これはだから吉本さんが出すのと栗本さんが出すので違うと思いますけど、だから中上健二とか小島信夫とか、
村上春樹、高橋源一郎、で、大健三郎、で、クルモさんのパンツを履いて去る。で、当時あったパルコ出版のびっくりハウスとかね。で、当時は三浦正史さん、編集者の名前が出て、情報センター出版局から出てる情熱のペンギンご飯っていう漫画の本ですね。で、あとは古物さんがやってるのは橋本治さんのあんのっていう本。で、あとはカルロス・カステナタネダ、浅田明、カフカ、まあ、ライプニッツ・サルトル、うん、そうですね。ブランショ。バタイユ、フーコー、川崎徹、まあ、これは CM ディレクターですね。今わかんないですけど、当時のね。今来てれば、80歳ぐらい。で、74歳ぐらいですか。今来てれば。ジャンポール・サルトル。さっき言いました。で、まあ、そういう感じで出てるんですけど、まあ、当時は全体としてバブル前期の予感があったんでしょうね。バブル前期の予感ということは、非常に、あって、期待があった。それが解放をもたらすんじゃないか。要するに、だから、これ言ったらあれなんですけど、人類の、だから、意図的な、方向じゃなくて、人類の意図的な方向ではなくて、結果的な、ものとしての、あれですね。だから、結局、吉本さんが言うには、マルクスが言うんだから、原始時代から無意識に積み上げていった、経済的栄誉の結果、そういうふうになるわけですから、意識的にそのキリスト教的な概念とか、そういう倫理が、どこかから注入されてるのではなくて、単にその経済発展の論理で育ってしまうと。その後倫理がすごい中性化されてしまうんですけど。で、だからそこら辺で言えば、だからそういうふうな理屈で言えばね、今でもこの状態についてのね、変なヘリクスが成り立つんですよ。バブルの手当が、破裂の手当がまずかったってなりますけど。だからそういうヘリクスで言ったらば、なんか保守派っていうかな。とんでもって言われる人たちの理論ともなんか接点が出てきちゃうな気がして、ちょっと怖いんですけども。真面目に考えようよって話で、だからフリードマンじゃなくて、だから、修正権利主義でいいじゃないかと。で、まあ、フリートマンの話は、だから結局、フリートマンの話を、だから言ったら、まあ、キリがないんで。まあ、次って